兵庫県立丹波並木道中央公園は、兵庫県丹波笹山市西小佐90番地にある丹波地域発の広域公園。2007年10月14日開園。丹波の森構想に基づきレクリエーションや都市と農村の交流及び地域活性化の拠点とするべく、作られた70.9ヘクタールの広大面積を持つ多目的公園。元来。 山林であった場所の自然を生かしながら造営された。丹波の夢ビジョンでは、命、人、なりわいが歌われているが、この三つの間を育む場を目指す、都市公園法第二条及び都市計画法第十一条第一項、第二項に該当する、広域公園である。丹波並木道中央公園のある丹波笹山市、西小佐地区は、篠山盆地の生誕に位置し、 丹波笹山市街地から車で約6キロメートル。標高318メートルの三社加山のふもとにあり、田園風景が広がる。4キロメートル南西には白ひげ岳屋、白髭学や松尾山、北には、篠山川や並行して、福知山線、県道77号が走り、東には、舞鶴若狭自動車道丹波笹山 IC が近い。三社家山の北六には、 標高、約200メートルから260メートルにかけての、丘陵線端部の感謝メンチあるいは尾根筋に遺跡が、点在する。桂ツ国遺跡をはじめ集落跡や遺跡、杖型にあるいは灰高などに、古墳群が分布している。公園付近の標高は、225メートル。丹波並木道中央公園は、以下の施設により構成される。移築された、古民家神戸新聞ニュース。 残土から、恐竜化石市の山の公園から2種類発見。ありがとうございます。